菜食とラーメン食べます。何もなく十分。え、十分です。よし、鬼退治に行くぞ。こっちにもスズメバチの巣があります。乗って行ってみよう。ちょっと無理と思う。いや、ひっくり返らへんのこれ。一応はそれセンサーついとうからな。え？センサーついとうから。うん。危なかったらピーピーって言おう。止まるん。
ケンちゃん怖いわ。こういう感じなんだ、うん、ちょっと一回降りて、こうもうちょっと俺やったら無理やわ。どっちにしても、え、あの横にちっちゃいの作りよったんかな、あれ。行ってまいりましょうか。
取れました、さようなら、もう私無理、こんな高いよね、よう覗かんわ、いやもう気持ち悪い、このぐらいだ大丈夫、いやほんまに無理無理、もう車からすごい飛び出すとやろこれ、知ってんねん、どうなんとんよ、無理や、無理や、ちょっと早く下ろしてよ、はい、うわうわうてる、あれやっぱり2階の窓からとかやったら絶対取れるような位置じゃないな、なんでうちばっかり作るんやろ、これ車ひっくり返りそうな位置するんや、もう考えただけで怖いね、これ1点しかないけど、木の間、難しい、木の枝が、こいつも怖い、まあこんなんこんなもんに乗って仕事しとう人もな、慣れるんやな、まあ一頭だけやな、わぁ、ちょっと待って、まだうちも屋根綺麗やけど、あの裾だけだな、あぁ、下がってきた、あぁ、怖っ、あ、危ないよ、気に、今度テレビのアンテナいじってくるわ、そしてまたアンテナを、携帯で話したのがええな、そうやな、はい、どうだ、消えた、消えた、うん、あかん、消えとうまま、
怖っ怖女王蜂が来ませんように。かもしれん。だから雪が積もったらちょっとなんか本日の成果、じゃーん。何年前なんだ。うわ、これはもう。これうまいこと作るもんやな、これも。この何模様みたいな。もっと大きかったもんな、これ。怖っ。うわぁ。大きめ鉢。あ、またこの、でも女王鉢がどっか。それ去年のやつだからな。そうや、これ。去年。中に来たらどんや。去年1年でな。すごいな。どうなったんやろ。切ってみたいな。切ってみようか。うん。どういうほら部屋になったんか。じゃあどっちのマンションからやる。こっちこっちこっち、こうかな。去年のマンション。うん、こうこう、うん、そういうふうになってた。こっからずっと出てくるから。うんうん。何回かあの8ジェット巻いたけどビクともせへんかったな。崩れちゃうの。崩れちゃうの。何で、うわっ、すごい。何層にもなった。すごいわ。エリアゴージャスな家やな。なんかこれ4階建てぐらいとかな。こっから入って、こっから出入りしよったから入って、うん、女王鉢どこにおったんやろな。全部あそこに幼虫が入っとったの。すごいな。だけどすげえ風やね。うん、これだけでも。そうな。へえ、そっちは。こっちもっと大きかった。4階建てや。こっちで4階建てやろ。じゃじゃーん。うわー。そう、これ1,2,3,4,5ぐらい。これなんか全然関係ない人のなんか話し方もあるのかな。いや、それ餌と聞いたんだ。うわー、すごいわ。
すごい。こんなんてあれやろか。その。コツコツコツ作るんやから。だけど早いやん。めっちゃ作るもん。早い早い。うん、いただきもんやん。うわー。うわー。これやな、このな。そうになって。すごい。だけど1年しかおらへんのにな、こんなで作って。そうな。すごいわ。あれ。カメムシやこれ。あ、カメムシが住んどったん。ほら、ほらあったかそうやもんな、こんなかおったら。ダメやって。カメムシどこでもおるからな。ちって。いやー、これはすごい。今日の成果です。じゃんじゃーん。買いたいやん。なんか木がむせてるもんね。これ全部この中に卵があるのかな。わ、いや、あれ死んだ幼虫がある。入ってみこうね。うん、ちょっと見てみようか。この子、こっちか、俺、なあ、こっちだけ。蜂の子や、ほんま、蜂の子。あ、こっち、何の匂いが。人死ぬんやからな。この部分と。この子もほら。ほんまやな。あれ、ここも。